西見健吉は日本の元レスリング選手で現在は自衛官。鹿児島県の徳之島出身。1996年アトランタオリンピックの日本代表。中学校では野球部所属であったが、徳之島の全頭相撲大会に出て優勝したことで、鹿児島小高校等学校レスリング部の梶佐、正マサキ監督のスカウトを受け、同校でレスリングを始めた。卒業後、 自衛隊体育学校に進学、後に同校の第二教育科のレスリングコーチも務めながら競技を続けた。全日本レスリング選手権大会では1991年にグレコローマン5 2ラム級で優勝、1993年からは5 7ラム級で3連覇、1996年からは5 8ラム級で4連覇した。 1996年のアトランタオリンピックでは 57kg 級で8位入賞した。1998年6月6から7日に埼玉朝霞市立総合体育館で行われた明治入業カップ全日本選抜レスリング選手権大会ではグレコローマンスタイル 58kg 級で優勝。 1998年のレスリング世界選手権では 58kg 級13位。1999年4月17から18日に埼玉、朝霞市立総合体育館で行われた明治乳業カップ全日本選抜レスリング選手権大会券1999年世界選手権代表選考会ではグレコロマンスタイル 58kg 級で優勝、優秀選手賞を獲得。 1999年の世界選手権では 58kg 級26位であった。ありがとうございます。